皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回はですね、動画にいただいたご質問にお答えをしていきます。ご相談みたいな内容のメッセージをいただきましたので、内容をかいつまんでまずはご紹介させていただきたいなと思います。こちらの質問者さんですね、結構摂取カロリーもご自分で把握をされているので、結構ね頑張ってダイエットされている方なんですけども、タンパク質がだいたい1日 40g ぐらい不足をしていますと。ただ、金銭的にあんまりお肉とかお魚とかをたくさん買って食べることができないんで、どういったものでタンパク質を取ったらいいですかっていうのが一つですね。ダイエットの成果のところですね、なんかフリーウェイトの種目もすごい頑張ってトレーニングに取り組まれているみたいなんですけども、まだまだこう二の腕とかお腹とか太ももとかですね、そういったところにちょっと脂肪がついているのが気になりますと。4週間で3キロ減量していきたいけど何かいい方法はないですかというご質問です。夕食をしっかりめに食べないと夜眠れないというところ、これは質問ではないと思うんですけども、ラストスパートの5日間はですね、ファスティングみたいなことも挑戦してみようかなと思ってますという内容で、ご相談をいただきましたので、こちらにねお答えをしていきたいなと思います。まずですね、一つ一つこう対策についてお答えする前にですね、私が一番気になったのはこの質問者さんですね、かなり今のご自身の現状とご自身のこう理想として思い描いている姿のかなりこうギャップがあってですね、そのギャップに苦しんでストレスをすごい感じていらっしゃるんじゃないかなっていうのをちょっと私は感じました。その理由としてはですね、最後追い込みでこうファスティングでもしようかなと考えてますっていう風に書いてあったんですけども、短期間でねこう数字だけこう合わせるような減量ってあんまり良くないっていうのは、これだけこうしっかり取り組んでらっしゃる方ならやっぱり分かってるはずだと思うんですけども、それでもやっぱり体重の数値を落とすために最後ねファスティング絶食に近いことをねしようかな考えてますっていう言葉が出てきてしまうっていうことは、頭の中こうマインドが何としてでも体重を落としたい痩せたいというふうに考えてしまってる傾向がすごい強いんですね。私もトレーナーをしてる間ですね、そういうお客様何人も見てきたんですけども、やっぱりこうダイエット始める前にこれぐらいの期間でこれぐらい痩せたいってい こう理想の姿があって、実際のところその通りに調子よく進んでくれる方ばかりとは限らないわけですね。落ち方にもね人それぞれペースの違いっていうのがあるので、例えば最初の1ヶ月2ヶ月なかなか落ちなかったのが3ヶ月目に入ってポーンと落ちるようになったっていう方もいますし、逆に最初の1ヶ月で調子よくこうスコーンと落ちたけどその後ちょっと停滞してしまったっていう方もいらっしゃいますし、やっぱりね自分の思い描いた理想通りに減量が進むわけでは決してないので、そういったねこう自分の理想と現実の間にこうギャップが生まれてしまうと、やっぱりね人によってはそれですごい苦しんでしまう。なんで私こんなに頑張ってるのに痩せないんだろう、もっと頑張んなきゃいけないんだろうかっていうふうにどうしてもね思い詰めてしまう方って結構いらっしゃるんです。やっぱり真面目な方ほどそういう考え方になりがちなので、私はねこの文面を見てひょっとしたらこの質問者様もそういう傾向はあるんじゃないかなと思ってちょっと心配になりました。なのでまずはどうやって体重を落としていくかっていうよりも、一旦ねちょっとリラックスしていただいて、何のために自分は減量を始めたのか、最終的にねどういう姿になりたいのか、ファスティングで体重だけ数値だけ合わせるような減量をして本当に最初に思い描いた理想の姿になれるのかっていうところを一度ね冷静になって振り返ってみていただければなと思います。どうしてもね短期間で痩せたいと思うのは人間の自然なところではあるのかもしれないんですけども、減量ボディメイクってマラソンみたいなものなので、駆け足で落としてもその後やっぱりリバウンドしてしまっては意味がないので、またリバウンドしちゃったらそれがまたストレスになってもっと大きなギャップが生まれてしまって、またもっとこう過激なことをしてしまうっていう、こう悪循環に陥ってしまう恐れもあるので、減量のペースを見
見直していただくとか、もうちょっとこう気楽にですね、運動を楽しむとかですね、減量しながらでもこうちょっとずつこう食事を楽しむ方法を探していただくとかですね、楽な気持ちでもうちょっと減量に向き合っていただくと、それだけでですね、ストレスが緩和されるだけでも減量って進みやすくなったりするので、ちょっとですね、ご自身のこう心身のケアっていうのを考えていただければなと思います。ちょっとそこだけ心配になったんでね、こう具体的な対策の前にそこだけお話をさせていただこうかなと思いました。でここからはいただいたご質問に対する具体的なお答えに入っていくんですけども、まずはタンパク質もうちょっと取りたいけども金銭的にね余裕がないです、そういう方もすごいいらっしゃると思うんですね。やっぱりお金の使い道って皆さん優先順位があるので、他のことにお金を使っていて、どうしてもこう食費にあまり回せないっていう方、あとは家族にご飯を作っていて自分の分だけ別で買ってきて作るっていうのはちょっと厳しいっていう方とかねいらっしゃると思うので、こうなるべくお金のかからない方法でタンパク質を取るためにはどうしたらいいかっていうことはね、気になる方いらっしゃると思うんですけども、やっぱり一番定番なのは鶏胸肉ですね。 100g 特売で買えば30円台で買える時もありますんで、まあ定番ではありますけど、鶏むね肉を使いこなしてですね食べれるようにしていただくっていうのが一つですね。他に安いので言ったら、ノンオイルのツナ缶とかですね、あとはまあ卵なんかもすごい安くてしっかりタンパク質が取れる優秀な食材ですのでおすすめです。あとはまあ納豆とかね、発酵食品なんで、お腹の調子も整えてくれるんで、特に女性の方なんかにはおすすめです。この辺の食材を中心に食事のメニューを組み立てていただければなと思います。で家庭を持ってる方なんかは鶏むね肉ちょっとパサパサしてね、家族の方から不評だからなかなか使えないっていう方いらっしゃると思うんですけども、そういう方の場合は例えば豚ロースの脂身を取っていただく、まあ豚ロースって肉の外側にこう脂身がついてるんで、そこの脂身を取ってしまえばだいぶ脂質は抑えられるんでカロリー少なくなります。なので例えばこう生姜焼きをね家族の分まとめて作って自分のだけこう脂身を取って食べていただくとか、豚ロースだったらねとんかつにしたりする時もあると思うんですけども、自分のだけ揚げずに脂身を取って焼いてこうソテーにしていただくとかですね、そういう風にしていただくと料理にかかる手間っていうのも省けるんでおすすめです。あとは鶏肉でしたら鶏もも肉、基本的には胸肉に比べると脂質は多めになるんですけども、皮を取っていただければだいぶですね減量中に食べても問題ないぐらいのカロリーに落ちてくれるので、鶏のもも肉で唐揚げなんかやるときにご自身が食べる分はこう皮を取って焼いて食べていただいたりとかですね、そういう風に工夫をしていただくと自分の分だけまた別で買ってくるっていうことをしなくてもですね、減量向きのメニューに工夫して食事を取ることができますので、まあそういったことを考えていただくといいのかなと思います。次2つ目ですね、夜しっかりめに食べないと眠れないですっていうところですね。これは確かにあるんですね。私も減量の最後の方になってきて夜の食事の量を削ってくると眠りが浅くなったりすることってあります。ある程度炭水化物を摂っていただいた方が夜リラックスして眠れるんで、夜しっかりめに食べた方が寝つきが良くなるという方は結構いらっしゃるんですね。ただよくね巷では夜食べると体脂肪に変わりやすいからあまり食べない方がいいですって言われたりするんで、減量するためボディメイクするためには夜は食べない方がいいんだろうかって思ってこう減らして頑張ってる方いらっしゃると思うんですけども、1日の摂取カロリーが一緒ならば夜にしっかり摂っていただいても体脂肪の増減には何の影響もないので、しっかりね夜食べた方が眠れるっていう方は夜にしっかりめに食べていただいて全く問題ないです。まあよくね減量するためには朝一番多くてで昼夜にかけてこうちょっとずつ食事を減らしていくような食べ方が一番太りにくいですよって言われたりするんですけども、1日の摂取カロリーが一緒なのであれば逆に朝が少なくて昼夜と増えていっても大きな違いはありません。ほとんど変わらないです。それよりも
やっぱりストレスを感じながらも無理やりですね、ボディメイクのためだからといって夜の食事量を減らしたりして睡眠の質が悪くなってしまう方が減量には悪影響だったりするので、そこはですね、ご自身の生活スタイルとか体感によってですね、夜しっかり食べた方がよく眠れるんであれば夜にしっかり食べる、でその分朝とお昼の食事はちょっと軽めにしていただくっていうような食事の配分に変えていただいて全く問題ありません。ご自身の体調とか生活スタイルに合わせて変えていただければなと思います。では次ですね、3つ目4つ目の質問に入っていきます。トレーニングしっかりやってるんですけど、二の腕とかお腹とか太ももとか気になるところの脂肪が落ちません。で4つ目、4週間で3キロ落としたいんですっていうところですね。もうこれはですね、粘り強く頑張ってくださいとしか言えないんですけども、やっぱりですね、短期間で目に見える成果ってなかなか出せません。今ね、トレーニングを始めて減量を始めてどれぐらい経ってるのかっていうのはちょっとよくわからないんですけども、4週間で3キロっていうと結構頑張っていただかないといけない数値なので、トレーニング未経験の状態からやっていくっていうのはちょっと体に負担がかかるかなっていうような数値なので、できれば4週間よりも8週間とかもうちょっと長めに見ていただいて、トレーニングで扱える重量をちょっとずつ増やしていって、トレーニングに慣れていただきながらちょっとずつ落としていくっていう風に方針転換をしていただく方が無理なく痩せて、でその後のリバウンドのリスクも少ないのかなと思います。二の腕とかね、お腹とかやっぱりどうしても気になるんで早く落としたいなって思うかもしれないんですけど、なかなか思ったように落ちてはくれないものなので、あ、今日も落ちてる、また今日も落ちてるっていうよりはなかなか変わんないな、本当に変わってるのかなと思いながら続けてみて、1ヶ月2ヶ月経って気がついたら、あ、減ってるとかですね、自分で減ってる感覚はないんだけども、人からですね、あ、ちょっと痩せたんじゃない、すっきりしたんじゃないって言われて、あ、そうなんだ、気づくみたいなパターンの方が多いので、気長に取り組んでいただくっていうのが一番ですね。摂取カロリーもだいぶ考えて食事をとってらっしゃることなので、このままちょっと継続していただいてですね、粘り強く取り組んでいただくのがいいのかなと思います。もう何としてでもこう短期間でね、これだけの体重の数値を落としたいっていう風にこだわってしまうと、それはそれでね、理想と現実のギャップで自分を苦しめてしまうことになるので、何か特別な理由があるなら別ですけども、ストレスを緩めながら続けていけるようなやり方に方針転換をしていただくのをお勧めをしています。では今回はですね、動画にいただきましたご相談にちょっとお答えをする形で動画を撮らせていただきました。他にもですね、何か聞きたいこととか、ご相談とかありましたらですね、動画のコメント欄の方に書き込んでいただければ、できる限りお答えをしたいなと思っております。この動画が参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。